佐々木康は、日本の政治家、農家、福井県阿原市長、福井県観光営業部長、福井県観光連盟専務理事等を経て、2018年から現職、福井県阿原町出身。1976年3月、福井県立藤島高等学校卒業後、外交官を志して、一橋大学法学部に進学、英語の勉強に打ち込み、 外交官試験を3度受験した。剣道4段。1982年3月、大学卒業。同年4月、福井県庁に入庁。高校同窓の福井県庁職員としては、同期の福井県教育庁の東村健二、福井県政策幹の中村康弘、鶴ヶ市副市長の片山藤夫、越前市副市長の山内和義や、一年後輩の 福井県副知事の山田健一、福井県総合政策部長の邦北金一などがいる。また、あわら市副市長の前川義弘は、高校の5年後輩にあたる。福井県総合政策部企画参事、産業労働部企画参事、大野市産業経済部長、総務部人事企画課長、総務部企画幹、観光営業部企画幹、 観光営業部長、健康益財団法人福井、観光コンベンションビューロー理事、観光営業部参与、公益社団法人福井県観光連盟専務理事を、歴任。また、妻、娘夫婦、孫の3世帯で同居し、農業に従事。この間、一般社団法人、名神会福井県庁支部福祉部長、一般財団法人越前王の農林落車。 設立時理事等も務め、立命館大学法学部で教弁を取るなどした。2017年12月12日、藤島高校の先輩にあたる、あわら市長の橋本達也が、公務中に、市役所の市長室で知人の既婚女性に、不適切行為を繰り返していたことを明らかにした。同年12月19日、橋本は陳謝支持職。12月28日、佐々木は、 橋本の辞職に伴う市長選に立候補する意向を表明。2018年2月4日に行われた市長選で、元市議の大下茂一加納病院長の下界、中川智和らを破り初当選を果たした。投票率は62.01%。逼迫財政の中、北陸新幹線の福井県内での開業を控えた。 あわら温泉駅周辺整備や産業振興、教育、医療体制の整備、出生率向上に向けた取り組みなどにあたる。ありがとうございます。